はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国では、今回は本当に第9章をやっていきたいと思います。まあ、前回はちょっとレベル上げ的なマップをやってしまいましたからね。まあ、びっくりマークはちょっと全員話していきますか。文句なしでしょう。野菜、よし、根野菜、これをやつにあげるか。てかびっくりマーク多いな。あの、おやおや、浅間、桜と浅間が仲良くなった。俺はこいつらの手助けをしてしまったのか。龍馬の鍛錬棒、強いんだか弱いんだか。ここはちょっと後で行くか。ねえ、忍びは口軽く語るものではありません。申し訳ありません。仲良くなったこいつらお任せください。こいつ結構口軽いと思うんだけどな。力と魔力の調子が上がった。マジか。琥珀、どうせだったら大根あげるか。おい、食え、大根だ。ボト、むしゃむしゃシーンは飛ばせないのか。やっぱり飛ばせないな。これ絶対1上がるな今のところ。お、なんか来た、小判。マジ金になるか。じゃあな。大根が小判に変化したぞ。で、マイルーム行って、まあ一応誰かと仲良くなるか。鈴風、なんでだ。これだともう選択肢がない。風花しかいねえじゃねえか。ヘイ、カモン。何のつもり？めっちゃ警戒してる。とりあえずこの中。おお、おら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 。あ、下がってる下がってる。ちょっと待って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 、どこをなぞればいいんだ。顔の方がいいのかこいつ。頭より、おっと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 、あんまりやりすぎても怒られるから。うわ、下がった。適度に適度に顔をなでる。肩とかは、お、一気に伸びた一気に伸びた。あともう少しあともう少し。基準がわからん。もういいや、これで。はい、やめます。風花は帰っていきました。これはどうやって選ばれるんだ、あのハートの人は。それなんか作ったな、道具屋。あ、これ足りないんだったっけ確か。ゆっくり見ていってくれ。みんなバイトしてんな。ありがとう。よし、じゃあ9章に行きますか。まあ、外伝っていうのもね気になるけど、まあとりあえず今回は9章ですね。風の部族の長フーガに認められ、無事その地を通り抜けた一行は出雲公国との国境へと差し掛かる。そこでは白夜と暗夜の戦闘が発生したはずであったのだが。9章、神々の座敷に。出雲公国、また別の国か。そうすると、そういや第三の国もあるって書いてあったからな。これ着いたわ、出雲公国の国境よ。へー、この先が出雲公国。なんだか神々しい雰囲気だね。そうね、ここは古くから神々のいる国として知られているわ。それに他の国々が対立をしている時も常に中立を守り続けているの。見たところ普段と変わりないようだけれど、本当にここに暗夜軍が攻めてきたのかしら。何者だ。その僕たちは怪しいものでは。大丈夫よミカミックス、出雲公国の衛兵だから。私たちは白夜王族直属の軍よ。今人を探しているの。入国を許可してくれるかしら。ああ。アクア様でいらっしゃいますか。有名人だな。友好的な白夜王国の使者なら歓迎にございます。すぐに皇后に連絡し迎えを寄与しましょう。ありがとう。僕たち龍馬王子と匠王子を探しているんだ。この辺りの国境で起きた戦闘に向かう途中、行方が分からなくなったらしいんだけど、君は何か知らないかい。うん、国境の戦闘、はて何のことでございましょう。
なんだ、怪しいぞ。出雲公国は神聖不可侵の地にして永久なる中立国。この国の国境で戦闘を行う者などいるはずがありません。さあ入国の準備ができたようですので、どうぞ中へ。どういうことだろう。戦闘が起きたことまだ知られてないのかな。わからないわ。今はとにかく中に入りましょう。広告内の人間なら何か知っているかもしれない。怪しすぎる。お城に案内されたけど、ここで待ってたらいいのかな。はい。もうすぐ皇后様がいらっしゃるとのことです。その方に龍馬兄様と匠兄様のことをお伺いしてみましょう。うん、何か手がかりをつかめればいいんだけど。おお、これ普通の板間だな。こいつは誰だ。衛兵的なやつか。イザナ。あ、すごく綺麗な人が来た。あの人が皇后様かな。ああ、私は初めて お目にかかるのでわからんが、おそらくそうだろう。この国の雰囲気に似合う、なんとも神々しいお方ではないか。なんだか緊張してきました。君たち。はい。はじめまして。君たちが白夜王国の使者様かな。おい。思ってたのと違うぞ。僕は皇后イザナ。以後お見知りおきよ。それにしてもよく来てくれちゃったね。ささゆっくりしてっちゃいなよ。ありがとうございます。この国の国境でアンヤと白夜の戦闘があったという話はご存じないかしら。え、戦闘ないない、そんなのないよ。もしあったら一番に僕の耳に届くはずだもの。そう、どういうことだろう。もしかしてもっと違う場所だったのかな。何何、もしかして君たちここに来る前に戦ってきちゃったのかな。よく見たらあちこち傷だらけだし、やだやだ、戦争は怖いね。せっかく来てくれたんだからすぐに治療してあげちゃうよ。この国は世界でも指折りのお医者さんをたくさん抱えちゃってるからさ。そういえばここには出雲医師団という優秀なお医者様たちがいると聞きます。この国が中立国として侵されないのもその医師団の存在があるためだとか。へえ、そうなんだ。先を急ぐ旅だけど、皆の傷を癒しておくことはいいかもしれないね。そうね。さあさあ、治療のために別室に移動してもらっちゃうよ。さあ皆さん、あちらの方へ。ありがとうございます。君と君はこっち。君たちは傷が深いみたいだから特別な治療をしてあげちゃうよ。え、私とミカミックス兄様ですか。え、そんな深い傷あったっけ。はいはい。それじゃあお二人は特別な治療室にご案内。これは何か企みが。おおお。なんだか暗い雰囲気の部屋ですね。古い人形や置物がたくさん置いてあって。イザナコ王、ここが特別な治療室なんですか。いや、ここは処刑室ですよ。なに。兄様、周りを兵に囲まれています。なんだって。どういうことですか、イザナコ王。イザナ、私はイザナなどではありませんよ、ミカミックス王子。そんなに化けていたか。ゾウ。メガミックス王子、お久しぶりでございますね。私はゾーラ、アンヤ王国の魔導士でございますよ。本物のイザナコ王はどうした。イザナコ王は牢屋に入っちゃってます。さあさあさあ、どうしますか、ミカミックス王子。お前ぶっ殺すに決まってんだろ。これだけの兵士に囲まれて一人でサクラ王女を守って戦いますか。さあさあさあ、戦うよ。さくら、僕の後ろに隠れていて。そんな。でも兄様、これだけの大勢を相手に。死んじゃいなさい。やられるか。あれ、お、これは、え、味方を。何やってるんですか。何をやっているだなんて愚問だな。
味方を攻撃するわけがないだろう。姉さん、何？さすがです。日の香様の策、うまくいきましたね。まったく。バレてしまわないかヒヤヒヤしたけれど、無事でよかったわ、ミカミックス、さくら。ありがとうございます。皆さん、まさか私の正体に気づいて、なぜだ、なぜわかった。おい、お前みたいな頭の軽い皇后がいるか。そうね。のれ、物どもん、かかれ。行くよ。みんな、本物のイザナコを助けるんだ。だって敵減ったよ今ので。ちょっとしかいないっしょ。もう会話があるな、会話が。アクアとさ、誰だ、アクアと椿か。もうめんどくさいからいいや。一応セーブはしとくか、一番下に。で、あとはユニット選択でこいつらはいけない。あー、なるほどね。つくよみとあさまが外れてるな今。つくよみなんてさ、レベル1じゃん、この生意気なやつ。使えねえな、そうすると。もういいや、これで。よし、行くぜ、戦闘開始。この部屋にぎゅうぎゅうに詰め込まれてんな。まあ、まずは自分で行ってこいつをぶった切る。おお、ヒットポイント2残る、いいね。で、誰かでとどめを刺すか。あ、そうか、弓だから反撃してこない。よしよしよし。メイドちゃんって確か1離れたところ行けたっけ。行けるね。さあ行くよ。くらえ。弱いけどなんとか倒した。レベルアップ力だよな、こいつ。魔力が高いな。ご奉仕の喜び、なんだそれ。天魔が2人いる。鬼人もちょっと弱い。この2人も弱いな。まずは椿でこいつを攻撃して、こいつの音楽かっこいいな、なんか。おお、効かん。7か。減らせられるかな。風花でいいや。いけるな。よし、成敗。さあどんどん行こう。こいつは中央攻撃、ソシアルナイトか。あんまり減らせられないな。くらえ。うわ、こっちは飛んでる馬だぞ。さすがの防御力だ。ちょっとリンカじゃ無理だな。もう一回動かすか。そうすると、うわ、届かない、届かない。こいつの機動力は結構あるな。攻撃いける。おお、強え。なんでだ。あ、槍だからか。そうか、こいつは槍も使えるから便利だな。槍は投げんのか。一安心だ。OK。回復は一応やっておくか。これもなくなっちゃうな。まあ、1回復させるだけでも経験近すぎにはなるからな。おお、壊れてしまった。あ、待って待って待って。ああ、しまった。まあいいや、一応こいつを再動かけるか。経験値のために再動。こいつら全然動けない。もうちょっとかなり詰まってるな。あ、そうか、防塵とかにすればだいぶユニットも節約できるようになるけど、でもな、経験値がな、やっぱり攻撃重視の方がいいからな。下と、あと宝箱があるからな、マップに宝。あー、ここにある、ここにもあるから、ゾーラを倒す前にちょっと右と左で分かれるか。西条はちょっと左から攻めて、あともう一人、椿かじゃなくて鈴風か。鈴風を右から行って、
こっちの主力として誰を向かわせるか。サイラスだな。サイラスは強い。で下の2人はどう対処するか。天まで行くと機動力があるから後から追いつけるな。風花もちょっとこっちに置いて、でフェリシアをこっちの回復役に持っていって、サクラをこっちの回復役、一応自分を、自分じゃないアクアは自分の方へ、でサイゾウとオロチは右に行って、ここは3人でいいな。よし、これで行こう。さあ来い。じゃ行こうか。うわ、暗い。遅いよ。結構進んでくるな。あれ、なんだ、どうなってんだよ。この辺りで匠様を見たって教えてもらったから来たのに、さっきからどこもかしくも敵ばっかじゃねえかよ。教えてもらったっていうより踏んじばって吐かせたって感じだけれどね。仕方ねえだろ。匠様付きの進化として主君とはぐれて落ち着いていられるか。衛兵の一人や二人、いや数十人は踏んじばったっておかしくねえよ。嫌だわ、日向様みたいな野蛮な男って。匠様とは大違い。日向に様はついてねえや。いっそはぐれたのがあんただけだったらよかったのに。そしたら今頃私と匠様は二人きりで。なんだ、何にやついてんだよ、気持ち悪いな。それよりさっさとこいつら片付けようで。匠様を見つけないといけないのはもちろんだけどよ、この国に暗夜軍を野林にしておくわけにはいかないだろう。許さない。私と匠様を引き離した暗夜軍。私、暗夜のものは大嫌いなの。視界に入るだけで虫唾が走るわ。ここにいるやつは一人残らず、一匹残らずだし、最大の苦しみを与えてほぐってやる。俺、色恋のことはよくわかんねえけど、本当に匠様を振り向かせるつもりなら、その魔王みたいな顔だけは絶対見せねえ方がいいと思うぜ。忠告ありがとう。善処するわ。こいつらは左の方で勝手に戦闘しそうだな。ちょっと経験値を奪われないように、相性が悪いですって言っても、サイゾウをちょっとここから、うわー、どうなんだろうな。自分で無双するか。やっぱりくらい。うわ、くらう。めっちゃ食らった。よし、回復回復。こいつは回復もできるからな。これ、オーケー。で、サイゾウをここに入れて、で、自分をもう一回サイゾウ、サイゾウなんだかサイゾウなんだかみたいな。で、これで OK。で、下のやつは、リンカでとりあえず攻撃を仕掛けるか。3残るな。さあ、始めよう。くらえ。手助けするよ。うわ。これで、椿で攻撃。一発一発は弱いな、天魔武者。俺の勝ちだよ。レベルアップ。こいつもレベル7か、レベル8か、で、全然上がらねえ。マジかよ。おっとっと、どうしようかな。火の火、いいや、待機で。ソシアルナイトか。この3すくみがいまいちわかんないんだよな。今すっげー減る。攻撃いけるか。よし、大丈夫ですよ。くらえ。危ない。そうか、離れてる敵でも攻撃できるやつは攻撃できるんだな。手裏剣。おお、さようなら。
こいつも体力ゼロだし、魔力の扱いがいまいちわかんない。こいつを前線に出そう。うわー減るな、マジか。くらい、いけいけ。風花で攻撃はできないからな。届くか、届かない、ギリ届かない。これちょっともったいねえな。サンダーか、負ける気がしない。行って行って、やべ超食らった、マジか。うおー攻撃力が半端ない。離れて攻撃してきやがった。しかもうわ3。さてどうする。まず再造でこれで、そう X と Y で武器を変えられる。どっちが強いんだあこれだと殺せる。いくぜ、信じてる。ほらほら、うわそう、なかなかいい戦いだった。レベルアップ、おおそこそこ上がったな。そして自分が結構やばいからな、これ。こいつを倒せるな。死にそうになるけど武器の相性が悪いです。知ったことではない。お来た、龍が、うわ強え。てか俺どんどん強くなってくな、これ。よしよしよし、力も上がった。やっぱり力だよな。回復回復、これだな。14、よしよし、一気に回復した。どうしようかな、ちょっともう一回こいつを行動可能にして、サイズを回復させよう。この夏祭り、これが遠距離回復だ。 OKOK、 こいつもやばいからな。オロチだな、オロチのレベルが低い。いけるはずだ。かかってくるぞ。ううう、真面目に通りじゃ。レベルは上がらないか。で一応さくらをここら辺に出して、サイラスを回復。よしレベルアップ。幸運なんだな、さくらは。鈴風が若干やばいからな。こういう感じで陣形を構えるか。鈴風は後ろだな。でこいつをこれでダブル攻撃だな。大丈夫だよ。ほらちょっと失礼。3とかいって全然経験値が。いや、あとはあいつに任せよう。こいつらはもうこっちの援護だな。来るか。サポートします。お、そうだ、メイドさんの近くにいるとダメージが減るからあんまり減らないで済むな。ミス。こいつら何の役にも立ってねえな。これたまに回復するの何なんだ本当に。これで終わりだ。お、めっちゃ弱ってる。ハーハー言ってるよ。グハー。こうでなくてはな。で一応自分で攻撃するか。あ、トークがある。トークが、トークしよう。トーク、おぼろアイアのもの倒さなきゃ。待ってくれ、僕は敵じゃない。白夜王国のミカミックスというものだ。え、ミカミックス。じゃああなたが匠様のお兄様。匠を知ってるの。
はい、私、匠様の進化のおもろというものです。匠様が行方不明になられて、私どうしたらいいかわからなくて。お願いです、どうか私も仲間に加えてください。もちろん構わないよ。けど何かな、その魔王みたいな顔は。すみません、私アンヤのものが大嫌いなんです。アンヤの気配がする前をアンヤの気配がするものを前にするとついこんな顔に。それにあなた、匠様から聞いてた話だととても悪い人みたいだったから。何でもありませんわ。敵でないと分かれば顔は元に戻ります。私ミカミックス様のお役に立てるよう精一杯頑張りますね。よろしくね、おぼろ。あ、一応これで動かせるようにはなったのかな。あ、動かせんな。ま、あとはこいつらをなんとかしなくては。サイズでちょっと減らして。大丈夫ですよ。オッケー。うわ、こっちが攻撃してくるか。魔法防御1とかしょぼすぎる。で、あとはどうしようかな。こいつもレベル5か。倒せるかな。倒せるな。このままガンガン攻める。成敗。私の勝ちね。よし、レベルアップ。力がやっぱり力が上がらない。で、サイラスで攻撃と。やりやからな。離れて攻撃すればよかったかな。あいつの援護攻撃超弱かったな。とりあえずサクラで回復させて。重要だな、マジ回復キャラで。射程2から攻撃。これで大丈夫。おお、あれだ。オーケー。全然経験値上がんなかったな。夏祭りでサイラスを回復で、ちょっと自分をもう一回行動可能にして。よし、レベルアップ。ただこいつは戦闘に加わらないからな。あら、よし、こいつもトークができる。トークしよう、トーク。君は敵兵じゃないね。一体ここで何を。ミカミックス様、僕のことを知ってるの。話には聞いてたからな。俺は匠様の進化、ヒナタって言うんだ。戦場で匠様とはぐれちまってからずっと行方を探してるんだが、一向に見つからなくて、正直もう打つ手がないんだよ。お願いだ、匠様を探すために力を貸してくれないか。もちろんだよ。僕たちも今、匠の足取りを追ってここまで来たんだ。力を合わせてこの場を切り抜けて匠のことを探しに行こう。ありがとな。いや、匠様の話よりもいい人そうで、よかったよかった。俺、役に立てるよう頑張るからな。ガンガン仲間が増えていくな。呪い師。呪い師の使い道がいまだにわからん。こいつは動いたか。あと誰だ、動いてないの。こいつか。侍だな。で、あとはここら辺のやつらだから、宝箱を先に漁るか。ほいっと。で、こっちは鈴風か。自分がちょっとな、会話ばっかりしてたからな。歌って、で、もう一回行動と。サイラスはこっちに行って、カザハナはここら辺。アクアはもう動いてる。おぼろレベル10だ。結構強えな。ひなたもレベル10だ。これそういや、なんかたまにマークが出るな、変な C みたいな。あれ何なんだ、ちょっとわからん。あれ、あと誰、下か。だいぶ遅れてんな。動かないか。じゃあ宝箱漁りに行くよ。いきなり動くんじゃないよ。あいつの機動力すげえな。
お、危険マークがついてる。相性が悪いってことか。あ、しまった、鈴風だ。こいつ誰、サイラスじゃねえかよ。移動キャラを間違えてしまった。なんてこった。リンカ減ってるな。回復させるか。この杖の消耗が結構激しいな。いくらで売ってたっけ。1個ぶっ壊れたかんな。全然進めない。こいつの機動力は重要だな。天馬、壁際に攻撃を仕掛けてきた。やばいやばい。うわ、攻撃できた。なぜかやばいぞこれは。サイラス、あれ、なんか今敵が、敵の増援だ。サイゾウ急げ。ちょっとサイラスマジピンチだな。傷薬はないか。ないな。ってことはフェリシアじゃなくてサクラ。届くか、届かないぞこれは。フェリシアで回復させるか。杖大きく回復させる。いいね。おお、すげえ。ここはミカミックスを。この C だ。 C って何、何なの。わからん、わからんけど攻撃を仕掛けよう。倒せる、いくぜ。お前となら俺もいる。おお、ガードされた。そうか、防塵だから。後陣のサポート攻撃は必ずガードされるんだよな。扉の鍵、扉持てねえし、マジかよ。輸送隊に送るだけか。傷薬送ろう。こいつなんで傷薬こんないっぱい持ってんだ。もはやわからん意味が。日向、回復ができないか。うー、危険マークがついてる。風原もな、気づく人とか持ってたっけ。持ってねえな。鈴風急げ。こいつ攻撃できんじゃね。倒せる、よし。お前はこれで終わりだ。どう考えても壁に阻まれてると思うんだけどな、この位置的に。無理だろう。下に敵が2体いるか。どうせならあいつらも倒したいな。おっと、離れたやつを攻撃してきた。うわ、やるな。あっちち、おお、ミス。なかなかの移動力。増援がどんどん来る。あれ、これなんか行けなくね。あ、扉があるのか。マジか。全然気づかなかった。これ回転できないのか。え、どうすればいい。さっき扉の鍵手に入れたよな。輸送隊がどうとかって言ってたけど。マジか。とりあえずこいつを倒そう。こいつも扉の鍵を持ってるな。大丈夫だ。扉の鍵をちょうだい。ありがとう。ダメだ、全然経験値が入んない。宝の鍵もあるぞ。傷薬いいかな。開けに行かなきゃいけねえじゃん、輸送隊。その前に回復だよ、回復。で、こいつもとりあえずぶっ殺す。よし、倒せる。くえない。魔法たまに外れんな。たまにっていうか結構外れんな。これボス倒すと終わっちゃうのかな、やっぱり。
とりあえず回復をつけとくか。でどうするかな。あんまりもたもたしてると下のやつらが来るからな。まあとりあえずこのターンをこれでいいか。これは宝取るのに一苦労だな。これはえ、狙ってくるね。この二人で太刀打ちできるか。ほほほ、ひっきりなしに攻撃してるな。こいつらちょっと機動力が低いから。よし、なぜか回復が出た。でここで扉だよ。でこいつは宝箱を開ける。早手の羽。行動のあれはできねえな。とりあえずどっちかを倒すか。メイドだな、メイド。え、全然当たんねえじゃん。おぼろ10レベル。こいつ呪いし。いける。よし。遠近攻撃いいな。反撃食らわないっていうのはかなりでかいぞ。呪い師はなんだ、魔力か。でこいつはこいつで倒すか。もう部族の力見せてやる。見せてやる。こちら食らうか。よかった。よし、レベルアップ。技が高いな、こいつは。技が高いとどうなるんだ。アクはここに置いとくか。で自分が移動して、でこいつに再行動をかけてもらって、あ、回復しとけばよかったかな。フェリシアで回復させるか、経験値稼ぎとして。よし、これでヒットポイント全開。しまった、何も考えてなかったこいつらのこと。うお、下がった。攻撃してきたか。うお、うお、おぼろ強えな。落ち着いてね。うわ、一撃。おしゃれでしょ。マジか。そうか、今のは有利武器だったのか。あと誰だ。相変わらずのこいつらがちょっと弱いな。2位残るか。3番めちゃくちゃな。武器の相性考えた方がいいな。とりあえずレベルは上がった。ただ身を犠牲にして経験値を、お、超上がった。で回復させるか。もうこいつはこういうとこじゃないと経験値を稼げないからな。よし、レベルアップ。で遠距離攻撃じゃなくてアクアって多分攻撃できるな。よし、倒せる。たまには敵を倒すか、お前も。よっわー、扉開けられるか。開けられ、開けられ、宝の鍵しかないよ。小判300ゴールドで売れる。あれ、ない。もしや扉の鍵持ってない。誰か扉開けられるやついねえのかよ。
あれ、なんか扉の鍵2つ手に入れなかったっけ。宝の鍵ないな。宝の鍵と扉の鍵は1個ずつか。こいつ玉座にいるからなんかすげえな。誰を投入する。ソシアルナイトを投入するか。いた。ちょっと待って、援護ができる陣形でいこう。おぼろ槍、これって射程にあんの。ないな。射程になくても攻撃できるんだっけ。まあいいや、攻撃してみようっと。うお、死ぬマジかよこれ。反撃してくる。やばいこいつの強さ。全然減らねえし、キラとお前を投入するしかない。うおー、マジかよー。ひょー、私の前に立ったということは死にたいということですね。さあさあさあ、本気でいっちゃいますよ。いや頼む、当たれ。まずそもそも当たった。うわー、ぐよー、マジか。フェリシア、お前の力が必要だ。あとはどうする。こいつでどうだ。全然減らねえな。27から1。うわー、ミスター、危ねえ。こいつぶっ殺されっかんな。火の鎌も投入するか。てか狭いここ。うおー、マジかよこいつ。シャレにならんぞ。ちょっと自分を投入するしかないな。回復してるし、どういうことだよ。うわー、ノーダメージ、ダメージが通らないっていうのが痛いな。急げ急げ。ちょっとやっぱり一人めっちゃ強いやつを作った方が良さそうだ。大きく回復させる。いいね、大きく回復。オッケー、よしよしよし、結構上がったな。おぼろここに置いて、これ攻撃すると多分死ぬ恐れがある。さくらで回復できる範囲に行けないからやばいな。こいつは反撃してくる。あ、でもあまり食らわないな。相性がいい感じなのかな。おお、ミスター、いてててて。てこいつも死ぬしな。リンカ、リンカどうなの。あ、リンカ結構与えられるけど最終手段だな。これでいいや。7回復はなー、きついなー。援護するわ。よし、ナイスだ。よしよしよし。そして真打ち登場。ぶっ殺す。援護します。いいとこ。うわー、はぁはぁはぁ、倒された。かわされたか。お前の出番だ、頼むぞ。守ってみせるわ。オッケー、強かった。こんなバカな。いやー、ひなた来てくれてよかったよ。全然上がんなかったな。
マスタープルフを手に入れた。イエーイ。勝負あったね。ゾーラ。さあ、イザナコ王の居場所を教えてもらおうか。誰が教えてやるものですか。何？ああ、嫌だ嫌だ。勝ちさえすれば言うこと聞くと思っちゃって。だからお坊ちゃま育ちのアマちゃんは嫌なんですよ。こんなことだからこんな手に引っかかっちゃうんです。なんだうおくほうへ、なんだ目くらまし。その通りですよ。それではおまぬけさんたち、おさようなら。そんなことは言ってなかったな。普通にさようならだったし。いたたたたた、なんてことしてくれちゃってんですか。お前一体、あなたは、あなた様は、え、何が起こった。お、レオン。レオン、卑劣な愚か者め。我がアンヤ王国軍の恥さらした貴様は、すみません、レオン様。ですが、このゾーラ、気高きアンヤの魔導士として、敵に屈服するわけにはいかないと思いまして。はあ？言い訳など聞きたくない。負けて逃げ帰るつもりだったんだろう。失敗したのなら、潔く死ね。やめるんだ！レオン！何？レオン。なぜ仲間を手にかけようとする。君はそんな男じゃなかったはずだ。裏切り者のお前に言われたくないな。レオン、潰してやるよ。お前には必ず報いを受けさせてやる。この僕の手で必ず。で、あ、こいつは生きてる。待ってくれレオン。凄まじい威力の魔法だったな。はい。レオン様はグラビティマスターと呼ばれる王国一の天才魔導士ですので。僕がアンヤ王国にいた時はあんなんじゃなかった。ちょっと抜けたところもある優しいやつだったのに。レオン、よかったな、こいつ生きてて。助かっちゃった。君たちは命の恩人だよ。ほんとありがとね。ささ、俺にどんどんご飯食べちゃいなよ。偽物より軽い。やつの変装はかなりの再現度だったんだな。イザナコ王、あなたがアンヤ軍に捕らえられていたということは、やはりこの出雲公国付近でアンヤと白夜の戦闘があったのですね。あ、あったあった。いやー、おっかなかったな。外で大きな物音がするから何かなと見に行ったらさ、なんと海の方からじゃんじゃんアンヤ軍が攻め込んできてて、大して戦う力のない中立の我が国はあっという間に占領されちゃったってわけ。その後やつらは我が国を通って白夜との国境に一直線。まもなく大きな戦闘になったみたいだね。まあ僕はその時ロゴの中だったんだけど、それは災難でしたね。中立国を足がかりにするとは、あいつら卑怯な真似を。それでイザナコ、龍馬兄様と匠のことは何かご存じないか。僕は本人たちを見たわけじゃないけど、国境の戦闘は無限渓谷の淵にまで広がったらしいから、もし行方不明になったんならあの谷から落ちたって可能性も。そんな、うぐ、いい、龍馬兄様、匠兄様、しっかりしろ。さくら、まだ死んだと決まったわけではない。二人は生きている、そう信じよう。ごめんよ、不安を煽ってしまったようだね。そうだ、お詫びと言ってはなんだけど、今から君たちの行く末でも占ってあげちゃうよ。占いができるんですか。えへん、こう見えて僕神々の末裔だからね。それじゃあ行くよ。占いの結果は、結構本格的だな。水晶に何か映るのか。いにしえの神々よ、我の問いに答えたまえ。てん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 、光へ手を伸ばす汚れなき銀の剣。これなんだ。なんとか思いを断ち切りて。続きはわからん。はい、ここまで。おい、ここまで期待させておいてたったそれだけなのか。いやいや、怒らないだよ。だって占いで出たのってここまでだもん。ほら、占いってよくわからないものでしょ。まあそうですけど。
さあさあ、占いも終わったことだし、あとは自由にしていいよ。もちろんこのまま休んでいってもいいし、龍馬王子と匠王子を探しに出発するならお見送りするよ。大丈夫、彼らはきっと無事だ。さっき君たちの行く末のついでに二人のことも占ってみたけど、悪いことは出てなかったからさ。本当ですか？うん。神々の末裔であるこの僕が保証しちゃうよ。ありがとうございます、イザナコ王。では僕たちは出発します、二人を探しに。そう言うと思った。気をつけてね、ミカミックス。僕はずっと君たちの無事を祈っちゃってるからさ。いつかまたここに遊びに来てよね。必ず。いつの間にか夜になってる。休んでいけばいいのに。それにしてもさっきの占い何だったんだろう。汚れなき銀の剣、思いを断ち切りてか。ねえミカミックス、奥をどうしたんだい。いい、さっきのイザナコ王の占いのことだけれど。お、あれよくわからなかったね。僕もあれからいろいろ考えたんだけどさっぱり。実はお母様から教えてもらった歌に占いと同じ歌詞があるの。じゃあアクア、あの占いの意味がわかったの。いいえ、私にも占いの意味はわからない。歌が作られたのは遠い昔、そもそも歌の意味すらわからないんだもの。けれどその謎を解き明かして世界を救うことがもしかしたらあなたの宿命なのかもしれないわ。え、僕の。ええ、あの歌の歌詞は謎めいていて今までそれを知ろうとも思わなかった。でも今思うと歌詞はまるでミカミックスのことを歌っているみたいだわ。そんな。でもその歌ってずっと昔に作られたものだろう。生まれてもいない僕のことなんかが歌われているわけ。ん？アクア、どうしてそんなに涙をためているんだ。ごめんなさい。なんでもないの。今のことは忘れてちょうだい。なんなんだこいつは。行くわよミカミックス、そろそろみんなの準備も整った頃だわ。お、アクア、夜じゃん。アクア、君は一体この村で休んでけよ。というところで、じゃあ第9章終了したので、また次回やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。